ナダアラジャン、ラジ・チェティは、インド生まれの米国経済学者で、ハーバード大学の公共経済学教授。近年の論文の中には、米国の機械均等や、学生の成績における教師の長期影響を、研究したものがある。28歳で教員としての終身雇用資格を、与えられたチェティは、ハーバード大学経済学部の歴史において最も、若い終身教員の一人となった。彼は、 ジョン・ベイツ・クラーク賞と2012年、マッカーサー・フェローの受賞者である。また2021年4月現在、彼は、ジャーナル・オブ・パブリック・エコノミックスの編集顧問でもある。2020年には、インドで科学研究の功績を認める最高学賞金のインフォシス賞経済部門を受賞した。ラジ・チェティは、インドのニューデリーで生まれ、9歳まで、そこで暮らしていた。彼の一家は、 1988年に、米国に移住した。チェティは1997年に、ミルウォーキー大学を卒業し、2000年に、ハーバード大学で学士号を取得。続けて2003年には、論文、コンサンプション・コミットメンツ、リスク・プレファレンス、アンド・オプティマル・アン・エンプロイメント・インシュランスで、博士号も、ハーバード大学で取得した。大学2年の時、 一般通年とは逆に、金利上昇が時には、さらなる投資をもたらす場合があるとの考察を提唱した後、チェティは彼の指導者、マーティン・フェルドシュタインから自分の考えを追求するように言われた。2003年、23歳で、チェティはカリフォルニア大学バークレー校の経済学助教授となり、27歳で就寝資格の準教授になった。2009年、チェティは、 ハーバード大学に戻り、経済学特別教授及び経済学応用、政策研究所の所長を務めた。2015年、チェティはスタンフォード大学に移動して、経済学部の教授となった。2018年6月、頻繁に彼と共同執筆するジョンフリードマンが、ハーバード大学にチェティが戻ると発表した。同年7月、彼は、 ジョン・フリードマン及びナサニエル・ヘンドレンと共に、オポチュニティ・インサイツの創設理事に就任した。2011年に、チェティは、ジョン・フリードマンや、ジョナロコフと共に、試験点数に基づく付加価値手法が未観察な生徒の特性によって偏ることは、実質的になく、高付加価値な教師の教え子が、人生の後半に卓越した成果を上げることを発見した。チェティはまた、 米国内で流動性に凄まじい変動があることを示す研究や最適な失業給付レベルに関する研究でも知られている。2008年エコノミスト神とニューヨークタイムズ紙はチェティを世界の頂点にいる若手経済学者8人の一角に挙げた。チェティは世界で最も引用されている若手経済学者の一人である。2010年 政治経済学の学術誌に掲載された論文、モラルハザードと戦う柔道資産と最適な失業保険によって彼は労働経済研究所から若手労働経済学者賞を受賞した。2012年、彼はマッカーサー基金から同財団の天才助成金が降りて、以後5年間で50万ドルを受け取るマッカーサーフェロー23人の一人となった。 チェティは2013年ジョン・ベイツ・クラーク賞の受賞者で、これはアメリカ経済学会より経済的な思想及び知識に多大な貢献をしたと判定される40歳未満の米国経済学者に授与されるものである。2015年にチェティはパドマシュリー勲章を除勲、これはインド政府から何らかの分野における主君に対して贈られるものである。ジョージ・メイソン大学の経済学者、 タイラー公演は2017年にチェティを現在世界で最も影響力ある唯一の経済学者と評した。チェティの研究はニューヨークタイムズ誌の他アトランティック誌アワーワールド・インデータ、ボックスで報じられた。2018年彼は米国科学アカデミー会員に選出された。2019年彼はニューヨークカーネギー財団からアンドリューカーネギー 奨学金を授与された。2020年12月、彼は経済機械の障壁を特定する先駆的な研究と人々が貧困からより良い生活成果に向けて出する手助けとなる解決法を開発しているとして、インフォシ室賞の社会科学部門を受賞した。ありがとうございます。